ビジョンジワンスーパーバレーボール27枠目はい、さあ残り3戦ですかね。草根ビグミ、ドンバチ先生さん、黒金さん、シャトルさん、森さんが一番さん、アラーンプローサさん、クラソウジさん、いらっしゃい、ノレルミ、バレーボール赤戸大門さんにしたい。のれるみ。のれるみ。OK。さあ、第5戦。ブラゼルからいきましょうか。ダラン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 。手が出るね。さあ、日本の先生。28ソーレ。ナイスボーク、ナイスボーク、ナイスボーク。静かな金曜日はコツの通ルドさんに、オッケー、レッツゴー。さあ日本先生、赤戸大門さん、ありがとうございます。それ14個目さんでしたい。ああ、これ決めた。あんまりブラジルっぽくないなですね、モンダナロ。農協牛にさんでしたい。オッケー、森さんが一番さん、ありです。よしみや、そーれっ、モンダダロってすごい名前ですね。モンダ…アタックフリで、オッケー、キャワイ、ソーラ、ナイスボー、優勝できそう、優勝できそう、もう強いチーム倒したからね。アメリカ、ロシア倒してるから。あとはもう、ダルゾット。なんかダルゾット、ダルビッシュみたいな。ダルゾット。オッケー、かわいい、そーれ、和骨です。ああ、これは。アウト、オッケー、バーソンさんに。オッケー、それ、ナイスボーク。はい、どすこい。あら、あら、失敗。大丈夫ならもう実名でいいような、わら、失敗。オッケー、フラッシュ、スパイク、オッケー、オッケー。ユニークの社員の横領事件で夢社長がインタビュー受けてる写真が記事になってましたけど、あんな夢がなかったら夢社長初めて夢グループ社員横領した。それは大変だね。オッケー、それ夢奪われた者たち、どすこいホリデー。あの女に人じゃないですよね。オッケー、あの女の人じゃないと思うけど。ナイスロック、ナイ、あー、くそー、ナイスボークじゃない、綺麗なブロックじゃないの、ちょっと、おっと、フェイントできた、これはラッキー、オッケー、おじさんがレです。道橋、
モスコさんがあれです。そーれ安い安いって言ってたのが、僕、横領してたら大変だね。一平ちゃんの事件思い出して。アウトあれだけね、信頼してたのに。あー、ところけだ。それ元部長らしいですね。3700万くらい横領したとか。元部長が報酬が安い安いだったから、報酬が安かったからかな。オッケー、3700万あったら家買えますね。家は買えますね。ちょっとしたね、田舎には。都会はちょっとどうかな、わからんけど。あー、これ決めた。デプラフレー。おイエス。3700万円もあれば夢紅白歌合戦の楽屋に電子レンジを1ダース納入できただろうに。楽屋に電子レンジなかったの？弁当冷やいまま。おーっと粘るね。一平ちゃんというレジェンド見てるからしょぼいなって感じますよね。ブレーカー落ちますね。まあ夢グループだからね、あえてもあんまりなかったんだね。よいしょ。出演者がお金を出し合って買ったとか電子レンジ、みんなレンジの前並んでるんでしたっけ。レンジあんまり複数やるとブレーカーが落ちちゃうからじゃないの。あーっと一平は伝説作ったしな。ねえ、おいし、レッツゴー。いわしみゃ。そう、石田社長って東北高校野球部出身だったんですね。野球部だったんだ。電池と電池ポットともう一つで満貫になってブレーカー落ちますね。よし、フラッシュスパイ、オッケー。電池と電池ポットで、オッケー。稲妻がやびよさんいってん。え、あ、そうなんですか。東北高校野球部結構名門ですね。そーれ、さあ3セット目。ナイスブロック。必殺サーブとかあったんですね、これ。あるんですよ、これ。おっと。オッケー。青森山田は外人が多いイメージ。外人特殊部隊。オッケー。稲妻サーブと天井サーブがあります。高い天井ね。まあ、天井サーブは返しやすいけど。よいしょ。ロシアとアメリカは、その必殺サーブね、使ってくるんで。他は使ってこなかったはず、確か。アメリカとロシアは必ずね、使ってきます、必殺サーブ。ブレーカーが落ちて大騒ぎの飛行機インセンター。汚いですね、ロシアとアメリカ。汚い。こっちも使えるから使うからいいんだけど。いつか決めるぜ、稲妻サーブ。いつか決めるぜ、稲妻サーブ。ナイスブロック。オッケー。フェイントをかけてきたのが、運の。突き、オーケー。高さになっちゃい。それ、ナイスボール。ああ、あれを綺麗に決まったの。オッケー。ファイヤー。オッケー。井上。それ。ナイスブロック。
ナイスボーク。マニャベ。我が家はエアコンと同時に電子レンジをかけるとブレーカー落ちます。オッケー、エアコンと電子レンジが、やっぱ電子レンジはブレーカーポイントですよね。オッケー、解消。10分で勝った。あ、11分か。ウィン。さあどんどん行きましょう。残り2戦かな。パチパチパチ。さあ第6戦オランダ。ノムチギ、ノムチジザパスワードね。エアコンとレンジでハネマンですね。ハネマン。でん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 でキッチンと今のブレーカーが共通だと落ちちゃいますねと思ったけど、歯間ブレーカーが弱いと。ああ、そうですね。何アンペアとかありますよね。契約がね、一番安いのとかやってるとすぐ落ちちゃう。オッケー。エアコンレンジドラドラ。エアコンレンジドラドラ。オッケー。おっと、ズーアタックやってきておった。今のかっこいい。エアコンレンジヘアドラ。オッケー。オッケー。どれ。こんなにセーブが弱い時代は初めてです。ポーランドの最高ですね。セーブ今最下位ですっけ。楽天があれだけ負けたけど、まだ最下位じゃないですもんね。あー、しまった。負け方はひどかったけど、おーイエス。それあー、これはアウト。オッケー、レッツゴー。3匹。オッケー、井上。そーら、あと、なんでセーブは監督変わらないんですかね。まだやると、今シーズンの契約だから。高橋秀樹と役所広司と怖さで3匹。3匹が切る。そう、まあ監督変わってもね、ダメなもんはダメですよね。でもやっぱり。オッケー、ナイスボーク。そう、レッ。あと、これは吸い込まれた。ドゥベルフは。このゲームは足し点でダメなんですけど、うまいですね。あれです。選手が結果出してくれないとね。選手がね、結果出さないとね。なかなかね、アメリカとしかしロシアは強かったですからね。アメリカ強かったですね、やっぱりね。もうこれ辛抱ですよ、とにかくね。これ、お、辛抱してこういうのが来るのを待つというところでね。そしてしかすからずしっかりとスパイクを決める。決められなかったけど、選手が結構ヒットよくに取られちゃう。アメリカの試合本当にね、みんなね、もうサーブ圏の移動ばっかりじゃないですかね。もうとにかく拾える球が来るのを辛抱でよく待って、アタックを打つのみですもんね。拾ってしっかりと拾ってしっかり時間差を打つと。イラッとしたら本当に負けちゃう。そう、バックアタックとかね、普通のオープン攻撃とかよりは時間差が一番決まるような気がします ね。ね、
西武は活躍した選手は1年後、敵ですからね。不思議ですよね、だった。うそん、よし、もういっちょ。あーっと、これも拾ったで、やばい、ちょっとミスショット。オッケー、拾った。おいしょー。それ。サッカーも野球も広島の選手は大手に持ち上がるイメージ。広島から F、昔は FA 多かったですね。今西武は確実にみんな FA していきますよね。そーれ、あーっとツアーが来た。くそいわ、高いかなと思った。所沢何にもないですもんね。そうなんだ。かっこいいクイック。今日も森友哉にやられてましたね。オッケー。あー、出ていった選手にやられるのはちょっと嫌ですよね、さすがに。そーれ、よっしゃ、拾った。しまった、フラッシュスパイクやっとくんだった。よし、14で取ったらもうとどめはサンダーでね。よいしょ、いけー、サンダー、よいしょ、オッケー、ハメレッテンレッテンレッツゴー。俺でもアメリカ取ってきますからね。取るときやりますから。たまーに。たまにだけど。裏技。よいしょ。まあ、これは裏技というかもう、あの、コンピューターも使ってくるからね。コンピューターも使ってくるから。あとはコマンド自分で、あの、探すだけですよね。今のブロック綺麗。綺麗にやられましたね。誰もいない。それ。ポーランドは粘り強いですね。三橋とか実際にいた選手なんだっけ。そうそうそう、あの、それも もじってるみたいですね。あー、これも三橋は三橋でしょうね。もう私河合選手、河合選手ぐらいしか知らないけど。おっと、綺麗に拾った。ブロックに引っかかった。毎日ツイッターのトレンドでノーノー出てまたかよと思ったら、まさかのマジックです。今日は本当に戸郷がやったみたいですね。今日この旦那さんにして、5回ぐらいまでノーノーだったらもうすぐノーノー出てますからね。そう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 、昔はバレーの選手だったんですよね。バレーポーン、あ、しまった。最近まあ見ないですよね、そういえばね。まあ、最近見ないって言っても私テレビ見ないからそんなにあれかもしれないけど。あっと、いかん。わらわら、なんで無駄な計算するんだろうね、野球好きなおじさんたちは、わら。よいしょ。それと言っても今日はいけるんじゃねみたいな思っちゃうもんね。それ、まあ、おで、なんとか拾った。どんな世界にも川山陽大好きな人いますよね。あ、また拾われた。川山陽がよいしょ、大好きだね、おじさんいますね。ストライク。あーっと、これもちょっと前行きすぎた。
ポットマン。ソーレイ。危ない。あ、今取らなくてよかったが、アウトだったから。危ねえ。意外と強敵ですね。意外と粘りますね、ちょっとね。それ2アタック来ない。あーと、オランダまだ2点リード。あーしまった、時間差なかった。うわー、セットポイント。あら、時間差止められた。いやー、このセット取られました。日本どうした。てんてん。ああ、そうの、会長やってるんですね。これは監督解任。会長やってるんだ。それ。あっと。すぐ割れた。エプシロン、あるえ。サーブ権めんどくさー、わら。サーブ権ね、本当にめんどくさい。和骨です。オッケー、よし、上さんで。そーれ。あー、これのスーパーファミコン版って顔グラーって。うわー、あー、なんか私持ってたけど、あったような気がする。なんかスーパーバレー2ね。ロボットもいたような気がする。なんかロボットで必殺サーブとか書いて、なんかネオジオのパワースパイクスみたいな。あのセッターいい選手ですね。よいしょ、セッターいい選手。そう、レン。あーっと、いいとこ行くな。結構強いな。ノーマルサーブできた。あれ、負けそう。負けませんよ。日本ちょっと連戦で疲れが出てるだけじゃないですかね、日本ね。それ。あら、ブロック吸い込まれた。え、疲労システムってあったんですか。中の人の疲労がありますから。金曜の夜ということで、もう2試合目ということで、だいぶ疲労が蓄積されてる。わらわら、こたまちゃんを投入しなきゃ。仕事みんな頑張ってますからね。もうしかも暑かったからね、またね。稲妻サーブ終盤効かなくなりますよね。稲妻サーブはね、あのアメリカとロシアは拾ってくるけど、まあでも稲妻有効なのは有効ですよ。そんなに必ず通ってくるってわけじゃないから。取られたらまあ運がなかったぐらいで。思っとけば。今ってサーブ権ってないんでしたっけ。今もそうですね、ラリーポイントですね、完全にね。ラリーポイントで何点だっけ、21点だっけ。15点じゃなかった気がする。なんてこと。あ、俺もファイナルセットのみは、ラリーポイントですね。これも5セット目だけはラリーポイント制になってますね。ナイスボーク。ふー、やっと1点取った。1セット25点になってますね。今25点ですか、結構長いですね。よし、オッケー。25点ですけどラリーポイント制なので結構スピーディーですね。まあ25点ラリーポイントだと早いでしょうね。
粘る。あはは、決められた。サーブ検定の方が戦略性高そうです。サーブにはなんとかポイントはいりますからね。どうやさんでしたい。そうですね、サーブミスでも入っちゃうからね。前は移動だけだったけど、ああ、なんかブロック前ね。あぶね。よいしょ。そう。はい。ポーランド、丁寧な時間差なのに攻められる傾向が高いですね。守備力強いチームが結局強いってことですかね。そうですね。結構止めてきますね。中垣打ちいます？どうだろう。これな、岩清宮順番だから。道橋、中垣あった子はなかったっけ。どうだっけ。ナイスブロック、オーケー。スーファミの履いたような、スーファミの履いた。そーれ、あ、これそういや選手交代とかできたような気がするんだけど、使ったことないけど。あー、しまった。なんか変えられたような気がするんだけど、どうだっけ。セレクトだ。あ、これメンバーチェンジね。ハリアト、影宮、キャワイ、マニャベ、組合大、岩ちゃん、中海地っていませんね。オッケー。外地軍は月にいますね。外地軍はスーパーファミコンとはちょっと時代違うんですね。スーファミが92年でこっちが90年ですからね。まあ、2年って違いは結構ね、選手も違うでしょうね。あー、どうすまめ。あ、あー、ちょっと目測がやばった。うわー、痛い。あ、これはちょっとフラッシュスパイクでトレー同点にしとこう。いかに、あ、これアウト。あ、よかった。それよいしょ。オーケー。さっきからなんかあれが効かないと思った。ツーボタン連射になってた。なあ。よいし。よいしょー。おっ、ライッ、よし、拾った。うおー、よいしょー、よし、勝った。よしよしよし、勝ったというかこのセットはもらった。3だー、よいしょー、はね、オッケー、レッツゴー。昔はサーブ権ってあったから15点で終わりだったのか。そうなんです、サーブ権がある。これ普通に、しかもこれ10対10ぐらいでこんな時間かかりますからね0対0から始めたらもう何時間かかっちゃうかい。もう1時間ぐらいかかるんじゃないか。1時間ぐらいかかるんじゃないかね、本当に。強いチーム、アメリカとか相手だと。僕もサーブ権あったなんて知らなかったわ。若者は知らないよね。若者は知らないだろうね。
まあ、ここにいるコミの皆さんは知ってるけどね。よいしょ。それ。よし。おい。ヤングですからね。うわー。ナウでヤング。ファミコンディスクのバリボーめっちゃ売れたんだよな。ファミコンそんなに売れたの？ディスクシステムだけど。まあ、書き換えがあるからね。500円でいけるから。あれかもしれないね。今サーブの時にソーレって言わないのは知りませんでした。え、サーブの時ソーレって言わないの？今なんか言うイメージあるの。ソーレでね。え、言わないの？言わないの？言っちゃダメなの？サーブの時に。スーパーバレーがなければめっちゃ有能ですからね。ディスクのバレーテニスなんて40点も取らなきゃないですからね。ああ、ディスクのやつはちゃんと 6人でやってますもんね。6人で。まあその代わりちょっと操作は難しいですけどね。ソーレース、あれはソーレースってね、言いますから。ジャンプサーブだとタイミングが合わなくてやりにくいからだそうです。ああ、なるほど。まあコロナの影響で声出し禁止だったからじゃないですか。ああ、コロナからもうそのまま。それかコロナの前からですか。どうなの。声ないといけないなんて大変なスポーツだな。でも7回しか言わないだろうがい、わら。オッケー。でで で, でででででで。まあ、ずっと言ってるのは、札幌だけですよ。ずっと声が流れてるから。なあ、くそ、もうちょい後ろか。40点取らないから、40点取らない。あ、ちょ、危ない。あ、拾われた。くそだ。こいつら結構強いですね。わらわら。意外と粘りますね。あ、ジャンプサーブのこともあったんですね。ならコロナのことも含めてなおさら攻める流れになったと。あー、しまった。吸い込まれるようにアタック打ってしまった。いかんいかん。よいしょー。自分も福岡にいたとき、中洲で夜夜ホークスの応援歌熱唱してました。中洲は大盛り上がり。あー、くそ、いいブロックなんだけどな。よっしゃ、拾った。オッケー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 。40点じゃないよ、40点の頭に入らないと中洲たのりそう。 40A 取らないといけないから。そう、レッよっしゃ、オーケー。怒りの時間差攻撃。そーれー。あー、ところが大林素子さんがあれです。わらわら。ホークスで勝った日に中洲の野外で気持ちよく若鷹軍団歌ったらラーメンを奢ってくれそうな気が。大林素子、わらわら。そーれ。やばい。よっしゃ。おーいえーす。いや、おごると改善に豚骨ラーメン頭悪いほど安いんですわ。そう、そうですか。よっしゃ。あー、しかしちょっと強すぎた。思い出したけどスーパーファミコン版って出てきましたっけ。確か女子もあったような気がしますね。具合が女子とロボットと男子。でも豚骨の匂いがきつすぎて大嫌いになりました。あった気がしますね。ロボットのやつはなんかそういう稲妻サーブとかいろいろ技が使えてたような気がするね。
それ。なあと拾えない。屋台でしこたま飲んだ翌日の昼に調子を崩した状態で一味と生姜をこれでも買って入れたうどんを食べるんですね。そうなんですか。よいしょ、しっかり。それ。やると思ったー。なんかくそー。高いなと思ったら。めっちゃ食べますね。博多花丸、大吉の岡崎さん曰く、体調が悪ければ悪いほどうまい。だそうです。あのセッターいいぞ。オッケー。それ。また高いな。大丈夫。あっと、バックできた。しかし、オッケー！バックできたらブロック成功で。点が入る。よし、とどめだ！とどめだ！イナズマが闇を咲かない。あら、失敗。イナズマ闇を咲かない。よっしゃ。下手くそ。うわげー。どうしてわらわら。なんかね、厳しいんです結構、ワンツー同時押し判定が。ワンツー同時なんですけど。結果オーライ、わらわら。オッケーウィン。わちゃわちゃ大勝利。やりました。ちょっとオランダ粘りましたね。ありがとうございます。さあ、いよいよ来週はフランスでラストですね。フランスでラスト、エンディング世界リーグエンディングでございます。パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチを、ジビゲバで終わりでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。ピッシャジワンスーパーバレーボールは来週世界リーグエンディングでございます。おでした、おつでした。はい、おでした、おつでした、おでした、おつでした、おでした、おつつです。楽しかった、おつすみなさい。はい、おやすみなさい。次回最終戦オフランスで最後でございます。おフランスザマス、今日もおつでした。おやすみ、おやすみなさい。おやすみバレーボール、おつです。おでした、おつでした、おでした、おでした、おつです、おつ。スーパーバレーおつ、スーパーバレーおつ。